皆様ご機嫌いかがでしょうか。この時間やってまいりました、とびけんの雑学千夜一夜です。今日も私、MC 第1号でも2号でも3号でもいいんですけれども、とりあえず第1号後藤梨沙でお送りします。よろしくお願いいたします。そして第2号のリシャバリ MC のマダム美智子でございます。よろしくお願いします。そして、あ、皆さんこんにちは、堀岡です。よろしくお願いします。もう雑学というので、はい、今日はね、とびけん先生に遠慮しないんで、うん、ちょっと第一の MC のリサさんが抱えてる、実は彼女は元宝塚の女優役として活躍し、私どものね、こう MC やそれから彼女自身の舞台でも活動してたんですが、実はお母様が何歳って言ったっけ、年齢ですか、85に85歳で、まあ、2人暮らしでとてもいい関係でいらしたんですが、やはりお病気になられて、それまで元気で働いていたのが、でお病気になられて、まあ、がんだったわけ でこういう例は皆さんも多ございますと思いますが、彼女は一人娘ですし、うん、二人暮らしでしたから非常に仲がいい親子であったんですが、どうでしょう、病気を境にですね、いろいろな問題を彼女が背負って立たなきゃならないんですが、85歳のお母様はまだしっかりしているように、うん、まあ、彼女から見るとしてるから、逆に言うことを聞いてくれない、もはや放射線をかけなきゃいけないっていうところまで行ってるにもかかわらず、まだ放射線まではまではいかない、抗がん剤か、うん、まあ、そういう状況になって、初めてお母さんと対応してみると、親子でありながらその難しさに悩んでいて、うん、我ら政策陣一同相談に乗っているところでございますが、これ日本の課題ですよね。いや、もうおっしゃる通りだと思いますね。でね、やっぱり今一番気になるのは、はい、その日本人って世界一長生きするというけれども、実際上は男も女もほぼ平均すると健康寿命とね、それから実際 の、平均寿命の間に10歳ぐらい差があるじゃないですか。そうなんですよね。男で言えば大体80ですから、70ぐらいから、うん、で女性で言うとまあ75、6から85ですか ね、はいはい、10年間ぐらいはやっぱりこういろんな意味で体がね弱ってきて社会のお世話になるわけですよね、うん、はい、そうするとね、まだいいんですが、もうちょっと経つと、うん、一人子同士が結婚すると、うん、自分の両親2人それぞれいるから計4人ですよね。でそこにおじいさんおばあさんまでまだ生きてたとすると、数名の年寄りをたった2人で見なきゃいけないという時代が来るから来るわけですね。でそういう中ではもういかにですね、年寄りが病気にならないかっていうことが一つなんですけど、なっちゃったらどうするかっていうことをね、よほど真剣に考えとかないと、もう若い人はね、介護だけでもってね、実際に今のちゃんとした仕事をやる時間的余裕すらなくなってしまうわけですよ。だからそれを本当に今から真剣に考えなきゃいけないんですが、なかなか妙案っていうのはこうないようですよね。だからそれが年金にもね関わってきちゃうし、もう自分たちの代になったらもらえないんだからってなっちゃうし、まだその余裕もないかもしれないっていうのもあるし、それからそのどういう暮らしをしていくかって、住まいの問題もあるでしょうし、それから介護施設の問題もあって、まあ私たち自身がね、先生も私も70歳超えて先生は違うでしょうけど、私も人事じゃないから、もう毎日のように主人ともう就活で就活でって自分にも言って聞かせないとね、あの明日まで元気だって保証はないわけですよね。だ元気でいる努力はしてるけれど、だから先生がご両親亡くされたのがもう10年以上前ですけど、ね、その時はおくろはありました。まあうちの場合はね、おくろが42で脳梗塞で倒れてね、半身不随で倒れて、だから親父も63で倒れて、やっぱり脳梗塞ですか。でその夫婦ともどもがですね、一緒にね投票生活してる期間が20何年間ありましたから、これは大変でした、まあ、先生ご長男、長男ですね。それで正直言って4人の兄弟でそれを見てたんですけれども、うん、はい、まあ、最後の段階になりましたらね、もう死んでくれないかって思ったこともありました。わかります、わかります、それ
もう冷たいとか残酷じゃないんですよ ね、 もう自分が死にそうになっちゃいますもん ね、 下にいる弟妹たちの方が逆にも家庭がダメになっちゃう、分かります、そういう状況が、ね、見えてくるわけですね、そうすると、まあ、自分の両親でありながらね、まあ、産んでくれたことには感謝するけれども、しかし生きている人間を大切にしなきゃと思うと、まあ、もうそろそろいいのかなというふうにこう思うこともありましたよね。でも42歳と63歳でお母様とお父様がっていうのもこれまた珍しい、まあ、うちのおふくろはですね、特にかなり ひどく倒れまして半身不随になったんですけど、42ですから、それで86まで44年間に来たわけですね、闘病生活を。ドキノドクですよね。それでその間に主治医が5人死んでるんですよ。これまた面白い話ですね。で お父様が63歳でなって84まで生きてた、ね、そうするとほぼ20年間ですから、そうすると、うん、お父さんが先にじゃなくて、親父の方が先にですよね、先に倒られたお母様より後から倒られたお父さん、これはご兄弟4人だからある程度持ったでしょうけど、当然亀裂が出てきますね、亀裂も出てくるし、まあ、物理的にもですね、やっぱりものすごい負担ですからね、介護問題って24時間じゃないですか。そうです、そうです、ね、特に寝たきりになりますと24時間介護しなきゃいけない、ですから今老老介護なんてやってね、それでその時々もね、どちらかが耐えきれなくなって、まあ、道連れになって死んでいこうよなんていうね、形でもって殺してしまうということもあるんですけど、まあね、人間の尊厳を考えた時にどうかという問題があるにしても、なんとなく分かるような気もしますよね。すごく、私もあの44歳で、やっぱり母は私が5歳の時に難病のリウマチで倒れて35でしたからね、その母がさらにまた脳内出血とかそういうこともあったりとかで、父がっていうんで、まあ2人 が72と79で亡くなったこの何年間は子育てもあるので、後の兄弟とももう修羅場にならないように努力するんだけど、それぞれが疲れ果てちゃって、えらくその先生がおっしゃったように、産んでくれたのは感謝するけれど、なんか電話が鳴ると喜びじゃなくて、もしかしたらもう亡くなったっていう報告の電話かなとかね、そんな風に思っちゃいけないって思うんだけどね、もう病院行くのもなんかこう心身ともにね、その頃一番お酒強かったですよ、もうギャーッと飲んでやらないでやってられないって、まあ、そういういろいろなね、ストレスリリースをしなきゃいけないと思うんですけど、結局ね、自分の体が不自由になるとね、頑固になりますでしょう、余計に、ね、すごいですよ。そうするとね、その余計に大変になるんですよね。そうなんです、もうほとんど融通が効かなくなる、まあ、それは逆に言うと寝たきりでね、自分の体が動かないんだから、それは分かるけどね、分かるけどもね、だからそういうその本当本質的な矛盾ですよね。それをどうするかっていうと、一番の解決策は病気にならないことですよ。そうですけどね、本当はね、だからまずそこに最大限ね、努力をね、それで私もその自分が主治医という本を書いたんですけれども、まあ、病気にならないためにね、もっとその病気になってお医者さんに頼るっていうんじゃなくて、お医者さんに頼らないで自分は自分で健康を考えていこうということをまずやると、それで実際にこの、ね、そうは言ったってなっちゃうケースは当然出てくるわけですよね。そうした時にどうするか、やっぱりね、正直言って見ててかなりの教養があってね、立派なその社会人であった人でも一旦倒れてしまうと、なんかこう子供に帰ってしまって極めてわがまま放題っていう人が結構いや、なんか社会的に地位の高かった男の人とか偉そうだった人がものすごくその偉そうな部分だけを引きずり、偉そうに発言し、でわがままはかつての同じようにってなっちゃうと、たまったもんじゃないですよね。まあ、これからすごくその、あの年齢を増した方がもう本当に人数が増えてきて、もう お年寄りばっかりになってしまう高齢化社会になると思うんですけど、
でまた本当に結婚しないその娘息子たちで兄弟がいたらまだしもなんですけど、一人だと仕事家計も支えていかなきゃいけない、親の面倒も見なきゃいけない。で、まあ、私はまだ今のところ母が寝たきりになってるわけでもないし、すごい重篤な状況でもないんですけれども、まあ、でもちょっとその入り口を今見ているなっていう感じもあって、彼女がの話を聞いてると、私たち周りはそれはちょっと甘いんじゃないのと、85歳で仮に100まで生きても、ね、お元気だったとしてもすでに病気をね患っていたら、やっぱりそれは脳にも影響してくるだろうし、うん、あなたお母さんの何を知ってるのって話になったわけです、うん、何にも知らないお母さんが彼女のために、私はお父さんがいない、ね、お父さんが10年ぐらい前に亡くなったと、だからこの可愛い一人娘を支えていくのは生きがいだっていう人なわけですよね、まあ、そういう人多いと思いますよ、うん、ところがその生きがいだった人が病気になった時はどうなるかっていうことになれば、頼る人はその子しかいないとなると、これはすごい重いですよね、うん、だからさっき先生がねおっしゃったみたいに、うん、その自分で病気にならないために健康であることに、うん、でいるためには何をしたらいいかとか、そういう意欲を持っている人だったら、うちの母もいいんですけれどもっていうところから始まって、でもそうなんでしょ、だってまだお仕事したいしてるわけだから、でもなんかその本当に食事に関しては、まず食事に関してはもう偏ってますし、自分の好きなものだったりお菓子しか食べなかったりとか、もう炭水化物とお菓子しか食べないんですよ。でそれでなんかそのお水のこととかも私は気を使いたいなと思って言っても、まず人の言うことを聞かない、でやっぱりその私はあなたの迷惑をかけたくないからっていうんですけど、なんか今回ねすごく思ったのは、本当に人に迷惑をかけないっていうことは、まず本当に、まあうちの母もさっき言ってくださったみたいに、人の世話をすることが多分生きがいって思うんですけど、人のことをやる前にまず自分の健康と自分の生活習慣っていうものをちゃんとする見直すことっていうのが、本当に人に迷惑をかけないことの第一歩じゃないかなっていうこともすごく痛感しましたし、そうですね、まあ、だから本来その人間ってね、自分自身をしっかりとこう収めるっていうかね、それが健康の面でも精神面でもね全部そうだと思うんですけど、まあしかし見ててね、先ほどもまだも言ってたように、まあ相当な立場の人でもね病気になってしまうと、こうわがままになっちゃうっていうのは現実だと思うんですよね。やっぱり自分に対するその情けなさとかね、そういうのもある、その裏返しで、なんでって本当は自分に対してもう呪いたい気持ちもあるんだけど、それはできないから第三者にね言っていくっていう、だから家族がいるから支えられるっていう部分もあるんですけど、家族がいるから家族間のまたトラブルもね、そうですね、はっきり言えば金銭的な部分もあるし、物理的な部分もあるし、それぞれがこんなに尽くしているのにあんたはそうでもないじゃないとかまあそれはね、もうだんだん考えてくると家庭が地獄のような、そういうふうに、私のうちだけじゃないです、私のうちがそうだったというよりも、そういう話をよく聞きますね。だからやっぱり本当に何でしょう、少人数家族じゃないですけれども、本当にそうなってくると、まずその親とのことで子供の言うことを聞かない、私は親なんだからってこういつもこう上の立場でいたいという気持ちもすごくわかるんですけれども、やっぱり何か起きた時にこうした方がいいんじゃないとか、これ気をつけた方がいいんじゃないっていうことをこう素直に話し合える関係性だったら一番いいんですけど、やっぱそうじゃなくなってきたりすると、やっぱりその例えば子供だったら子供同士でじゃあ交代でいろいろこう なんとなく見守りながらも見るとか、世話を交代でするとかっていう環境があったらいいんですけど、多分ね一人とかだと、今おっしゃった点がすごく重要なんで、本来ですね、よく使われる言葉で自助公助共助公助ってありますでしょ、自ら助けるね、から共に助ける、からあるいは公が助けるというね、自助共助公助というね、でそのためにね、本当は一番重要なのは日本がね
壊してきたコミュニティなんですよ。地域社会そのものを充実させることによって、例えばですよ、介護してる人が10人いたとするじゃないですか、10人が全部これをやるんじゃなくてね、10人分を例えば8人で見て、2人は自由になるから、ね、これは少しリラックスしてもらうとか、それはコミュニティができればできることですね。ところが今残念ながら日本にはコミュニティが壊れてしまって、ましてやマンションなんかでは隣の人しか知らないので、ね、こういう状況だと全く親子がもろにぶつかりながらね、あるいはその年寄り同士が、ね、苦労しながら生きていくというような状況になっているわけですね。ですからそこのところをその、ね、自助と同時に共助、ね、そのためにはコミュニティを作る、その上で公が、ね、どうするかというね、そういう3つの側面からしっかりと考えていかなければいけないと思います。この問題って何も日本だけじゃないしね、いやもう世界中だから、さっきっていうかこの前お話してきたみたいに世界的視野っていうんでも、この家族問題っていうのがやはり根底にはありますよね、人間をどこに向かっていくのかっていう意味ではね。なわけで、デジャマリMC からあなたに戻しますそうですね、でも、まあ、まずは、まあ、日本の、ね、国家、いろいろ法律とかその国が援助してくれることっていうのが、まず日本は日本の国民のことを考えてもらいたいと思いますし、まあ、いろんなところでいろんなご苦労されている方もいらっしゃるんじゃないかなっていうことを今いろいろ勉強させていただいております。すいません、もうお時間になってしまいました。またとびけん先生の楽しいお話を次回はどんなお話の内容でお伝えできるか、ぜひ次回もご覧になってください。楽しみに待っていてくださいね。それでは今日はこの辺で失礼いたします。ありがとうございました。